はいどうも皆さんこんにちは。今回は平安前期の藤原氏と天皇家についてお話しします。まずは藤原の義房から始めていきましょう。彼は嵯峨天皇からの信頼が厚かった藤原の冬継の次男です。義房の兄は長良、また妹に信子がいます。彼女は嵯峨天皇の子供である任明天皇と結婚して道康親王を産み、藤原氏と天皇家のつながりを強くしました。この結婚は冬継が嵯峨天皇からすごく信頼されていたことも影響していたんでしょう。それに伴って息子の義房も嵯峨天皇から信頼されており、彼は親戚降下した嵯峨天皇の娘源清姫と結婚しました。さて2人の女性が出てきました。彼女たちには決定的な違いがあります。それは藤原家の女性が天皇家に嫁いだのか、天皇家の女性が藤原家に嫁いだのかという違いです。今までも信子と任明天皇のように藤原家の女性が天皇家に嫁ぐということはあったんですが、義房と清姫はこの反対のパターン、天皇家の女性が藤原家に嫁ぐというパターンです。天皇の娘が臣下の家に嫁ぐというのは異例中の異例、これまでに前例がないことでした。それだけ義房が嵯峨天皇から信頼されていたということでしょう。しかし義房は子供に恵まれず、清姫との間には女の子の明恵子しか生まれませんでした。ここまでが上和の変までの藤原氏の流れです。上和の変については前回の動画で解説しましたが、見ていて違和感を感じませんでしたか？実は上和の変の中で藤原氏が藤原氏を逮捕していたんです。結論から言います。藤原北家は他氏排斥を行いながら邪魔な身内も排斥していったんです。この頃の役職の偉さはこんな順位です。義房は当時中納言だったので、ここもちろんこの下にもたくさん役職があります。上和の変が起こった頃は誰がどの役職についていたかというとこうなります。こんな勢力図の中上和の変が起こったんですね。では先ほど逮捕されていた藤原の荒地、藤原の吉野、糞屋の秋津はどこにいるかというとここです。彼らの島流しによって結局義房の上に残ったのは乙巳、時は、宇治君の3人。じゃあなんでこいつらは排斥されなかったのかというと、乙巳はこの頃68歳で、宇治君は59歳という高齢だったことが理由です。放っておいたら死ぬ年齢だったので、わざわざ排斥する必要もなかったんです。実際に乙巳は上和の変の1年後に病死、宇治君も6年後に死んでいます。残るは時はなんですが、彼は乙巳が死んで空いた左大臣の椅子に座ります。しかし性格としては温厚なタイプだったので、義房に歯向かうようなことはしてきません。結局時はが死んだ後に義房は左大臣のさらに上、太政大臣まで出世します。太政大臣といえば権力が強すぎて通常は空席の役職です。奈良時代末期に道教がなった以来誰もなっていませんでした。藤原氏が藤原氏を逮捕した理由、それは義房が出世のために邪魔者を逮捕したということだと考えることができますね。さて上和の変によって道康親王が皇太子となったんですが、彼は任明天皇が死んだことで即位して文徳天皇となりました。そして義房は自分の娘である明恵子を文徳天皇と結婚させ、その間に子供が生まれました。これが惟人親王、後の清和天皇です。しかし義房本人は先ほど言ったように子供に恵まれませんでした。よって兄の長良の息子である元恒を養子としてもらい、政治家として育てていきます。その元恒が産んだ子供が時平です。これが藤原氏の他氏排斥の中心人物の3人、義房、元恒、時平の関係です。ここら辺の血縁関係はすごく複雑なので、藤原氏は天皇家と血縁関係を強めつつ他氏排斥を行っていってたんだなくらいのイメージで大丈夫です。それではまた次の動画で。最後まで見てくれてありがとうございます。このチャンネルでは日本史に出てくる場所を実際に歩いて学んだ情報を撮ってきた映像や写真を使って紹介しています。興味のある方はぜひチャンネル登録お願いします。